さんこんにちは、のりです。今日は第10戦オーストリアグランプリ金曜日のレポート動画をお届けしたいと思います。まずですね、ここはグランドスタンドから撮ってるんですけれども、こっちは、サーキットの入り口といいますか、駐車場だったりもこっちにあって、で今は結構帰りの車で渋滞してる感じなんですけれども、逆に、反対側、あっち側を向けばホームストレートだったりピットレーンが見えるというような場所から本日はお届けしています。僕たちは木曜日の朝ですね、ウィーンに着いて、そこから直でサーキットに移動して、今回来たんですけれども、昨日ウィーンの空港からサーキットまで高速道路で約2時間ぐらい車でかけてきたんですけれども、その道中の様子、雰囲気だけでちょっともうオーストラリアを個人的には好きになってしまって、都心に行ってないからかもしれないんですけれども、すごく穏やかな雰囲気といいますか、とても周りは落ち着いていて、のどかな感じで、すごくいい雰囲気だなと思いました。今回滞在する宿も山の上にあって、そこからの眺めはすごくいいですし、まあ、そちらは移動編の動画でぜひご覧いただきたいんですけれども、ちょっと本当にオーストリアにはぞっこんといいますか、大好きになってしまっています。たった2日間だけなんですけれども、まだそんなオーストリアにあるレッドブルリンクなんですけれども、そのメディアセンターがですね、本当に素晴らしいなと感じました。というのも、メディアセンターはこのグランドスタンドの建物の最上階にあるんですけれども、この建物自体すごく綺麗 でメディアセンターももちろんすごく綺麗で、そしてガラス張りになっていて、なのでサーキットが一望できてすごい眺めがいいですし、今日もフリー走行や予選も何回かそこからこう車を見ていたんですけれども、特に1コーナーのブレーキング、ホームストレートから1コーナーブレーキングして、次3コーナーに向かって立ち上がってストレートを駆け抜けていくという、1コーナーのブレーキングとその後の立ち上がりはもう見応えがすごくて、 F1 マシーンならではの動きといいますか、あの動きはやっぱりすごいなと思って、ずっとそこは見とれてしまっていました。他には朝昼晩温かいご飯が出たり、あとはレッドブルも全種完備していまして、僕もこの期間にレッドブル全部コンプリートしたいなと思っているんですけれども、本当に快適に過ごすことができています。そしてレッドブルリンクといえば、レッドブルファンでしたりオレンジアーミー有名ですけれども、昨日から多くのファンがサーキットに駆けつけていて、もちろん今日も多くのファンがいました。サーキットの近くでこうキャンプができたり、大きなキャンピングカーでオランダからはるばる来るファンもいましたね。オランダナンバーは軽自動車のように黄色のプレートになっているので、高速道路を走っていてもすぐにこうオーランダナンバーには気づくんですけれども、今日もサーキットに近づくにつれて黄色のナンバープレートが増えていて、オランダからはるばるやってきたファンの熱というものを感じました。我々が泊まっている宿にも他に2組いるんですけれども、2組ともオランダから来たファンだそうです。ですがそこまでまだオレンジアーミーたちの熱狂ぶりというのはまだ見られていなくて、予選後もマックスがポール取りましたが、それほどこう大歓声ではなかったり、発煙筒は相変わらず上がっていましたが、まあ、彼らにとってはマックスがポール取るというのは当たり前のことだと思って、そこまで盛り上がることでもないのか、もしくは今回は昨年の事件を受けてアルコールの持ち込みだったり販売が禁止されているので、それの影響もあるのかもしれませんね。ですがやっぱりオレンジアーミーの熱狂ぶりというのはそれも一つの醍醐味ですし、明日明後日とヒートアップしてしすぎない程度にしていってほしいなとは個人的には思います。そして F1 のことですが、今回は6チームだけアップデートがありました。その中でもほとんどのチームはちょっとしたアップデートなんですけれども、マクラーレンだけがサイドボットを大幅刷新して、一番こうパッと見でも分かるようなアップデートを入れてきました。大きなアップデートがマクラーレンくらいだったということで、カメラマンもこぞっていましたね。そしてアルファタウリもリアウィングの翼端板などにアップデートが入ったんですけれども、フリー走行前にカープレゼンテーションといって、各チーム決められた時間でマシンをガレージの前にこう展示といいますか置いて、そこでカメラマンの写真撮ったり、ゲストの方もそこで写真を撮ったりするんですけれども、アルファタウリはカープレゼンテーションが始まった最初の方はガレージの前に車を置いていたんですけれども、その後しばらくすると2台とも
もうガレージの中に入ってしまっていて、そこからガレージの前に出てくることはなく終わってしまいました。幸い僕は一番最初にアルファタウリを取りに行ったのでガレージの前に出てる車を取れたんですけれども、本来のそのアルファタウリが返事しなければいけない時間にはガレージの前に出ていなかったので、ちょっと気になるところがありました。そんなアルファタウリは実は車以外にもアップデートが入っていまして、それはピットウォールなんですけれども、あの椅子がこれまでとはちょっと変わっていました。以前のものは椅子にアルファタウリのロゴは入っていなかったんですけれども、今回から導入された新しい椅子にはアルファタウリのロゴが入っていました。ふわふわな感じになっていて、座り心地も以前に比べて良くなっているような印象を受けました。ピットウォールに座る皆さんが快適にこれで過ごせるといいですね。そして今日のセッション内容はフリー走行と決勝用の予選ですねが行われました。予選後には囲みがあったんですけれども、通常はこの金曜日ではなく土曜日の予選の場合は終わってから TV 弁と呼ばれる場所でテレビのインタビューを受けて、その後柿屋のインタビューに来るといった感じなんですけれども、このスプリントフォーマットのレース週末の金曜日の予選の後はこうした感じで簡易的にテレビのインタビューだけ答えるといった TV ペンではないところでテレビのインタビューだけ受けて終わるというような感じになってまして、柿屋はそのインタビューが終わってから個人的に話をしたりっていうのはできるので、今回も綱田くんもテレビのインタビュー終わってそのまま話しかけなければ普通にモーターホームに戻ってしまうので、テレビのインタビューが終わってから声をかけてインタビューに応じてもらうというような感じになっています。そんな綱田くんは今日はまあいつも通りという感じのインタビューの受け答えでした。16位という結果ですごくいいわけでもないですし、車の性能を考えるとすごく悪いわけでもないといったところなので、まあ、淡々とインタビューに応じるといったような感じで、本人は予選は不完全練習だったというふうに言っていましたので、まあ、それもちょっとあっていつも通りのこう淡々とした受け答えになってたのかなと思います。明日はこの週末の中で独立したスプリントシュートアウトとスプリントレースというセッション内容になってますので、またちょっと違った気持ちでといいますか切り替えて頑張ってほしいなと思います。そして天気の方も雨予報になってますので、今日とは全然違った予選結果になってくるかもしれないですし、まあ、レースもどういった展開になるか分かりませんので、そこもすごく楽しみなポイントですね。そして予選後の囲みで注目者のモカはもう一人で、それがペレスなんですけれども、まず昨日は体調不良でサーキットに来ず、ご一切メディアの取材だったりっていうのをやらず、今日初めてこの週末サーキットに来ました。そして残念ながら結果としては Q2 でタイム抹消を繰り返しノータイムという形で終わってしまいました。昨日サーキットに来れなかったように、まあ、体調不良がまだ少し本人の中にはあるのかもしれないですが、ここ最近乗れていないだけに今回もこのように結果になってしまい、すごく本人ももちろん笑顔はありませんでしたし、落胆と言いますか呆然としたような様子でインタビューには受け答えしていました。今回はレッドブルのホームグランプリということでオレンジアーミーたちばかりですが、ペレスのファンも今日はちらほら見かけたので、ぜひここでね奮起してもらいたいなと思います。明日は今日の予選が一切反映されないまた別の、セッションになるので、気持ちを切り替えて明日は、いい結果を出してペレスの顔に笑顔が戻ればいいなと思います。こんな感じでトップ3以外はみんな予選を終えてここでインタビューを受けるんですけれども、ただ一人ハミルトンだけはこのインタビューを受けずに後ろをヘルメットをかぶったまましれっと去っていきました。誰もこれを止める人はおらず、もう当たり前カメラにインタビューは受けず去っていったので、さすがハミルトンだなと思えるような場面を今日は目撃しました。はい、といった感じで今日のレポート動画は以上になります。明日は今日の予選の結果が一切反映されないスプリントというまた今週末の中でもこう別イベントと言ってもいいくらいの感じなので、皆さんもちょっと違った気持ちでと言いますか感じで見られるのかなと思いますが、そして先ほども申し上げた通り明日は雨予報なので意外な結果が待っているかもしれませんし、僕自身も明日はすごく楽しみにしています。
といった感じで、今週末もぜひこのレポート動画にお付き合いください。今日はご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。さよなら。